まあ、今日の臨床サポートはですね、まあ、とにかくまあ何がいいかっていうと、まあ、エビデンスに基づいて、まあ、日本語版のアップトゥデートを目指そうというような、まあ、高い志が、まあ、何といっても、まあ、一番の大きな特徴ではないかというふうに思います。であとはですね、やっぱまあ臨床 の, その手順に沿ってですね、そのまあ、診断 もう最低限考えるべきものが何かとかね、検査の手順がどういうもので、7割ぐらいの人に行われる検査はどれかみたいな書き方がしてあって、まあ、そういうものがさらにまあそれぞれまあどういうエビデンスに基づいているかというようなフレームになっていてですね、まあ、そういう書かれ方をしている日本語の教科書はまあ今までにないわけで、それはまあある意味画期的なことだなというふうにまあ思います。であとはまあそのアップデートからね、ダイナメドというのをまあ目指していくわけですけど、まあそれを使っていて、まあ一番何が不便かっていうと、まあ日本語の薬剤情報が手に入らないというようなことがあるわけですけれども、まあその日本語の薬剤情報についてはですね、まあ今今日の臨床サポート非常に優れていて、まあとても使いやすくですね、今すぐにでもまあ使える、まあ、コンテンツではないかというふうに思います。